テレビ史上最も人気のあるアニメ、ザ・シンプソンズ。このアニメは社会、芸能、政治問題について、問題定義するっていう側面があります。約30年間、このキャラクターはですね、映画業界やテレビで最も人気があると認められて、彼らが扱う問題は、今やネット民の中で、世界中でね、議論されています。その議論されているテーマは、シンプソンズの予言です。さあ、今日もね、皆さんに、リクエストがあったんでね、このテーマについて話していきたいと思います。本作の舞台はアメリカにある架空の町、スプリングフィールドです。この町がどこにあるのか、どこの地方なのか、どの州にあるのかは決まってないにもかかわらず、熱心なシンプソンズファンがですね、ネット民たちがその場所がどこなのか探すために、周りの、町の地形、町の特徴、町のそのそばにある、特徴があるものを手がかりに、どこなのかと試みている、ネット民たちは多くいます。番組の特徴として、番組開始時に流れるオープニングアニメーションがあります。これは定番となっており、シリーズを得るにつれて若干変更が行われていますが、オープニングはまず本作のタイトルバックから始まり、そしてスプリングフィールド小学校でバートが教室の黒板に黒板ギャグを、というものをね、チョークで書いてあるシーンが毎回出てきます。ザ・シンプソンズは見てるとね、とてもユーモアがある番組だと思います。そのユーモアも幅が広く、全ての世代の視聴者が楽しめるように、映画、テレビ、音楽、文学、科学、歴史などの中からその元となるものを、引用して、時にはそれを皮肉ってアニメの中で表現している、それがシンプソンズです。この黒板ギャグは何がねギャグなのかというと、このスクールオンラインとかね、例えば皆さん今のね学校では一部オンライン授業をねやっている学校はあるんじゃないでしょうか。そして今回のテーマに入っていくんですが、バートが黒板ギャグの中に XRP2 ヒット589ドルプラスという落書きをしたんです。それが数年前に、クリプトやネット民たちの間で話題になりました。そして今も現在もシンプソンズの、予言として XRP が589ドルになるとという話は現在もネットの中でそのまま残ってるんです。 XRP が現在日本円で6万8000になるんです。皆さん、やった、6万8000だよね。で、私はねいつも思うんです。シンプソンズの予言の動画、今までクリプトに関係した動画、皆さんに何個かご紹介してきてます。すべて私のオリジナルです。いつも私、皆さんにシンプソンズの予言を話すときに気をつけていることがあるんです。それは、シンプソンズのアニメの中でそのシーンが実際に使われているかです。ね。だから、XRP589 ドルプラスが実際にアニメの中で使われているか、私、シンプソンズ今まで現在ですよ、600はあるんです。だからアニメを見まくりました。さあ皆さんも一緒に私が、見てきたシンプソンズの黒板ギャグ一緒に確認していってください。もちろん全部で600話以上あるので全部は見れません、本当に。しかしですね、 XRP プラス589ドルは数年前から知っていたんですが、一度もシンプソンズの予言で私動画で取り上げなかったんです。なぜか嘘くせえと思いました。だから動画を作ってないんです。今回もしかしたら600はあるんでね、
黒板ギャグ XRP589 ドルあるのかもしれません。ただネットでいろいろ調べてみたところ、こんなものを見つけました。 XRP シンプソンズフェイク、 XRP シンプソンズ589。途中から読みましょう。シンプソンズのファンは間違いなくショーの作家が未来を予測する不思議な能力を持っていると主張するソーシャルメディア上の人々に遭遇しました。そのエピソードは一般的に暗号に関するものであり、その黒板画像は元のエピソードの一部ではありませんが、私が知っている限りフォトショップされています。 Oh my god! シンプソンズの予言、ブロガーやユーチューバーがクリプトの動画の予言として使っているシンプソンズの予言 XRP589 プラスはフォトショップされているんです。 1XRP が6万8000円になるというシンプソンズの予言を皆さん使ってますが、この画像はアニメの中にありません。ゆうき、お前余計なことしてくれたなと、ね、あなた XRP のファンだったら思うかもしれません。しかしこれは事実です。もちろん分かってます。これはアニメシンプソンズの中の話であり、ね、私が過去に言ってきた、動画で上げてきた、リップルで退職できるよってシンプソンズが言ってるよとかっていう動画、うん、それはテクニカルやファンダメンタルズではありませんね。え皆さん、 1XRP が6万8000円になるというシンプソンズの予言はフェイクです。しかし皆さん安心してください。私が作ったシンプソンズの予言の XRP の動画、見てない人は動画リンク貼っとくんで見てください。そしてそれも見た人には次回 XRP の真面目な話、ファンダメンタルズの話で YouTube で話されてない話があります。その話をあなたにしますので、がっかりしなんてください。大丈夫です。ということで今回シンプソンズの予言 XRP が6万8000人になるという動画について話しました。いかがだったでしょうか。この動画面白かったと思ったらグッドボタンを押してチャンネル登録してください。シンプソンズの予言、他にもですね、柴犬コインについて予言の話があるんで、その話も動画作りたいと思います。じゃあねー。